はい、どうもコンチェスキーです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回ですね、タイトルにもありますようにマジックキーボードとマジックトラックパッド、こちらのレビューをしていきたいというふうに思います。少し前にですね、大量開封動画ということでですね、こちらのディスプレイとかキーボード、トラックパッド、またはデスクマットとかですね、様々なものをですね、開封していったんですけども、それがだいたい4ヶ月ぐらい経ちました。で、その中でですね、本当にキーボード、トラックパッド大活躍してくれてましてですね、そのあたりの魅力を今回詳しく解説していきたいというふうに思ってます。動画の構成としましては、この2つのアイテムを購入した理由、そしてマジックキーボードのお気に入りポイント3選と気になったところ、そして、マジックトラックパッドのお気に入りポイント3選と気になったところ、マジックキーボードとマジックトラックパッドを使うときに気に入っているポイント、マジックキーボードとマジックトラックパッドの充電、耐久性などという流れで解説していきたいというふうに思います。ぜひですね、最後までご覧いただけたらというふうに思います。では、よろしくお願いいたします。はい。ではですね、早速解説していきたいと思います。まずは、この2つのアイテムを購入した理由について、結論としては、MacBook 単体で操作しているときと全く同じように使いたかったからです。世の中には本当に数多くのキーボードとマウスありますけれども、MacBook が持つ性能を違和感なく最大限に発揮するためには、Apple 純正であり、Apple Silicon 搭載 Mac モデルに作られた Magic Keyboard と Magic Trackpad を活用することが一番だと考えました。キーボードを押したときの感触や操作感、指でなぞったり、ジェスチャーをするだけで、思い通りの操作を実現してくれるトラックパッド。MacBook 歴7年の私にとって、これまで通りの感覚で作業を進めることができて、なおかつウルトラワイドモニターという、大画面で複数の情報を一度に視界に入れながら取り組むことができるのは、大きなポイントだと感じました。値段は他のメーカーのキーボードやマウスと比較すると高いかもしれません。ですが、365日パソコンで作業する私にとって、快適かつスムーズに作業を進めることができるというメリットを感じるからこそ、必要な投資だったと実感しています。はい、では次はですね、マジックキーボードで気に入っているところを3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目はですね、デザインです。黒とシルバーで構成されたこのキーボードですね、とにかくデザイン性が高いと感じています。カラーはホワイトとブラックの2種類あったんですが、私はブラックを選びました。ブラックの方が少し値段が高くなっているんですけれども、デスク環境の配色を考えたときに、ブラックがより馴染むというふうに感じました。側面から見ると、薄めで少し傾斜がつけられておりまして、キーボードを打ちやすくなっています。背面はブラックで、中央に Apple のロゴが入っています。全体的にどこを見ても、クールな仕上がりになっていると思いました。パソコン作業をする上で、毎日見たり触ったりするからこそ、自分が気に入ったものを使うことがとても大事だと考えています。はい、次に2つ目は打鍵感です。私は MacBook を長年使い続けてきたので、同じ打鍵感で作業ができるのはとても嬉しく感じています。キーボードのキーは浅く、打鍵感は軽めで、YouTube や TikTok の台本を普段から書くことの多い私にとっては、カタカタサクサクですね、まあ作業を進められるのは快適だと感じています。過去に Windows を使っていた時は、キーが深めのキーボードを使っていたこともありますが、今ではキーが浅めのキーボードに完全に慣れてしまいました。これについてはですね、人それぞれ好みがあると思いますので、浅めのキーが好きな人にとっては、このキーボードはおすすめかなというふうに思います。はい、3つ目はですね、MacBook とほぼ同じキー配列で使いやすいということです。そして、タッチ ID 搭載なので、タッチ ID キーに指を乗せるだけで、MacBook の起動時のログインや、Web サービスのログインができます。このように、パスワード入力がですね、不要なのは、とても快適なポイントだと感じています。この機能についても、MacBook を使っている時と同じように使えるのは、とても気に入っているポイントです。私は外出する際に MacBook 持ち歩いていますので、外出先から帰った時も、まあ、同じ感覚で作業できるのはとても快適だと感じています。また、右側には点キーもついているので、数字入力をする時にも快適です。はい、そしてマジックキーボードを使っていて気になったところについて、時々なんですけれども、クラムシェルモードでスリープ状態からの起動時に、キーを何度か押してもディスプレイがオンにならないことがあります。すぐにディスプレイが立ち上がるときがほとんどなんですけれども、すぐオンにならないときには少しストレスに感じてしまうことがあります。ただ、基本的には快適にできているので、そこまでデメリットには感じていません。はい、次はですね、マジックトラックパッドで気に入っているところを3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目はデザインです。マットな質感で一切の無駄がなく、シンプルかつ洗練されたデザインが気に入っています。こちらもマジックキーボードと同じで、カラーはホワイトとブラックの2種類あったんですけれども、私はブラックを選びました。
ブラックの方が少し値段が高くなっているんですけども、マジックキーボードと同じブラックで統一することにしました。そして横にマジックキーボードを並べた際に、縦の長さが同じになっているので、デスク配置をした際に美しいのもお気に入りのポイントです。別メーカーのキーボードトラックパッドを使うのではなく、ブランドを統一するからこそ、セットでレイアウト配置した際にですね、美しさが際立つと感じています。そして側面の傾斜具合もマジックキーボードと同じなので、高低差を感じずに違和感なく作業を進めることができます。背面にはアップルのロゴがあり、マットでブラックな質感がクールな印象を与えてくれます。二つ目のお気に入りポイントは操作感がとてもいいことです。MacBook を使っている方は、Apple のトラックパッドの性能の高さをよくご存知だと思うんですけども、MacBook でトラックパッドを操作している感覚をそのまま再現したのがこのマジックトラックパッドです。カーソル移動やクリックの操作感はもちろんのこと、2本指や3本指のジェスチャー機能がとにかく快適です。複数のデスクトップを移動する際に3本指で直感的に操作したり、キーノートでデザイン作業をするときに2本指で拡大縮小したりと、とにかく作業が効率的に進められます。この快適さを知ってからは、マウスを使えなくなったほど私は Apple のトラックパッドに掘り込んでいます。本業とは別の時間を使って YouTube や TikTok など SNS 活動をしているので、限られた時間の中で効率的に作業を進めることは必須です。その中でトラックパッドの操作性の快適さは作業の効率性と直結するので、とても気に入っています。3つ目のお気に入りポイントはワイヤレスなので少し距離が離れていてもスムーズに使えることです。私は無印良品のソファに座りながらデスクから離れて YouTube 動画を楽しんだりするんですけれども、その際にも再生、一時停止や全画面表示などスムーズに操作できるのは助かっています。トラックパッドはマウスのように底面が反応するように気を使う必要がないのでストレスなく使えています。はい、そしてマジックトラックパッドを使っていて気になったところについても解説していきます。私がブラックを選択したからだと思うんですけれども、指紋やホコリが目立ちやすいので、こまめにクロスで拭くようにしています。自分の視界で気になるところを見つけると余計な気が散ってしまうので、デスク環境を整えるために1日のスタートにデスクを掃除するのは大事だと改めて感じました。はい、次はですね、マジックキーボードとマジックトラックパッド、これをセットで使うときに気に入っていることを解説していきます。それはですね、ユニバーサルコントロールが超快適だということです。私はですね、クラムシェルモードで MacBook 使いながら iPad Pro を一緒に活用しています。そしてマジックキーボードとマジックトラックパッドで MacBook と iPad を行き来しながらですね、まあ快適に使えるのは革命だというふうに感じています。やはりですね、Apple ブランドで統一することで互換性はいいですし、操作が快適なのは生産性アップに役立っているというふうに感じます。はい、では次にですね、マジックキーボードとマジックトラックパッドの充電耐久性などを解説していきます。一つ目は充電です。一度充電すると使用頻度にもよりますが、3、4週間ぐらいバッテリーが持ちます。ケーブルを常時接続していれば充電を考える必要はないんですけれども、やはりスマートではないので、バッテリーが減ってきたなと感じた際に、就寝時に充電ケーブルを挿すようにしています。そしてケーブルは USB-C2 ライトニングケーブルです。ライトニングケーブルは気になるという人には合わないかもしれません。私自身はケーブルは充電するときだけで常時使うわけではないので、と割り切って使うようにしています。二つ目は耐久性です。まずは物理的な耐久性について、デスク環境を整える際に何度か倒したり落としてしまったりしましたけれども、ほとんど傷もつかずに済んでいます。丁寧に扱うことはもちろんですけれども、デスクマットを敷くなどして少しでも衝撃を吸収できるようにしておいた方がいいかなというふうに思います。また、バッテリーの耐久性について、4ヶ月ほど毎日キーボードトラックパッドを使いつつ、バッテリー残量が 50% 以下ぐらいになったら充電するようにしてますけれども、バッテリー劣化はほとんど感じていません。長く使い続けたいので、頻繁に充電をしたりせず、ある程度バッテリーが消費してからの充電をですね、心がけていきたいと思います。3つ目は信頼性です。Apple 純正ということで、MacBook や iPad などと同様に、製品の品質については問題ないと考えています。互換性なども超快適なので、MacBook や iPad で生産性を高めつつ、作業に取り組みたいという方にはおすすめです。4つ目は値段です。最近の値上げもあり、マジックキーボードとマジックトラックパッドについても、私が購入した時から数千円の値上げとなってます。正直値段だけ見ると高いと感じてしまうのはよくわかります。そしてもちろんですね、他のメーカーでもコスパの良いキーボードとトラックパッドはですね、あると思います。それでも私はですね、Apple ブランドで統一したいということと、そして MacBook と同じ環境でキーボードとトラックパッドを使いたいという意思があって、このセットを選択しました。
はい、ということでですね、今回はマジックキーボードとマジックトラックパッド、こちらの魅力を詳しく解説してきました。本当にですね、このキーボードとトラックパッドを使うことで日々のですね、生産性かなりアップできているというふうに思ってますし、より良いコンテンツですね、どんどん提供していくためにもこれからも頑張ってですね、まあ限られた時間の中でですね、効率的に効果的に取り組んでいきたいというふうに思ってます。またですね、この動画がいいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできればなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。